金沢大学薬用植物園は石川県金沢市角間町にある国立大学法人金沢大学角間キャンパスにある薬学部付属の薬用植物園。敷地面積は3.8ヘクタール。正式な名称は金沢大学医薬保健学域薬学類創薬科学類付属薬用植物園。金沢大学薬学部は1867年に開設された 制薬所生未局を期限とし、第四高等学校附属薬学専門部、金沢絵科大学薬学部を経て、金沢大学の一部となるが、薬用植物園がいつから開設されたかについては、植物園サイトには記載がない。植物園サイトでは、薬学部が金沢下から町に移転した1953年に、合わせて植物園を移設したとある。 正式な薬用植物園の設置は1971年である。2004年3月に現在地に移転し、現在も整備過程にある。2008年に金沢大学医薬保健学域薬学類、創薬科学類付属薬用植物園に改称された。日本、中国、ロシア、朝鮮半島由来の約選手種の薬用植物が栽培されている。 アジアの魔王族植物のコレクションは特筆される。通常は一般公開されていない。月例の身近な薬草勉強会や毎年5月に開催される尺薬観察会などの一般向けイベントに限って公開される。園内は立地を活かして里山エリア、階段エリア、中央エリアの3つのパートで構成されている。ありがとうございます。